久々の MC です。メルトです。お疲れ様です。今日の竜創造合体は、春市さんからいただきましたアイデア。トリケーンディモボルケーノとディモボルコブラーゴです。ちょっと、いい加減泣くのやめてよ。いや、だって、やっとだよ。やっとまともな出番が来たんだよ。うんうん、よかったよかった。応募フォームにかっこいいロボット見せてくれてありがとうって書いてくれました。こちらこそ見てくれてありがとう。で、今回の合体の名前だけど、トリケーンディモボルケーノとディモボルコブラーゴということで、なんとなく使う騎士竜は想像できますが、写真を送ってくださってますので、それを見ながら竜創造合体よ。トリケーンも出ます。皆さん、最後まで見てね。これでトリケーン出なかったら、この子どうなっちゃうんだろう。ということで、竜創造合体スタート。へい。ヘイヘイ。ウリア。ディメ。トリケーン。うん、よかった。トリケーンの出番今日あった。もしかしたら出ないっていうパターンでまたオチにされるのかとビビっていた。さすがに僕もそこまで鬼ではないですよ。ということで今回合体する騎士竜はこれだけ。ティラミーゴ、ディノミーゴ、トリケーン、アンキローゼ、ディメボルケーノ、そしてコブラーゴ AB。レッツ、合体準備。デン。リュウソウルも君たちじゃない。ああ、プシッ、ガッチャーン。プシッ、プシュ。見てよアスナ、トリケーンが合体したよ。ねえねえ、見て見て。うるさいわね、見てるわよ。出番が少ないとあんなことになるのか、恐ろしい。プシュ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 ガッチャーン。プシュコブラコブラファイヤーとトランスチームガンの音声だ。懐かしいよアスナー。わかったわよ。なんでそこで興奮するの。プシュガシャーン。アンキローゼ、これすごいよ。これ合体できるんだね、ここに。知らなかったです。ディーメー。ガッチャーン。プシー。メラメラ。デデン。プシー。プシー。ブルー。デデン。ああ、もう涙で前が見えない。横に、さりげなく。完成、トリケーン、ディモボルケーノ、そして、ディモボルコブラーゴ。でーん。写真のまんまです、これで。まずはトリケーンディモボルケーノ。ブルーリューソール。そして左腕には念願のトリケーンが久々に出演。メルト貫類。右腕にはディメボルケーノの尻尾パーツを展開して合体。左腕はこうなっております。トリケーンがキシリュウ王の左腕に合体して、トリケーンのジョイントにディメボルケーノのこのボディ半分。尻尾のジョイントにはディメボルケーノのマスクパーツ。そしてもう一つのボディパーツとヒレパーツを使った謎の合体、武器なのかな？しかし、この素晴らしいところは自立をしているということです。そしてこちらはディモボルコブラーゴ。キシリュウ人をベースに、腕の横にはコブラーゴ AB、そしてキャノンパーツ。胸には、ディメボルケーノ、そして肩にはアンキローゼ。リューソールはメラメラリューソール。そして今回めちゃくちゃ驚いたのがこれです。このディノミーゴの時の前足パーツに剣パーツが持たせれること、これ初めて知りました。これ皆さん知ってましたか？これもしかして持ち手のあるやつは全部いけるんですかね？これはタイガランスのランスパーツですが、おお、すげえ。これマジでびっくりしました。これで、また合体の幅、広がったんじゃないですか。ちなみに、ティラミーゴの前足はこういう風になってて持てませんが、ディノミーゴの方は持ち手がある、
持ち手じゃないのかもしれないですけど、ジョイント系がちょうど合うんですね。これびっくり。ほんとびっくり。もうすぐ120回ぐらいになる竜創造合体ですが、これは革命的です。はい、改めて今回の作品を一挙に並べると、こんな感じです。アスナ、俺、頑張ってきてよかった。竜創ブルー、頑張ってやってきてよかったよ。ほんと、よかったわね、メルト。左腕、バッチリトリケーン合体してるし、ブルーリューソウルだし。辛かったこともあったけど、こうやっていいこともあるの、巡り合わせよ。だから諦めないでよかったわね。うん、ありがとう、アスナ。もう僕今日十分っす。そうね。今日はそろそろ終わりに。あ、え？わあ、ディノミーゴの顔。私の合体する場所ないでごじゃるか？なんかいろんなキャラが混じった喋り方ね。今回送っていただいた写真は1枚、そしてその写真を見回しても、あんたはくっついてなかった。もしかしたら背中にくっついてるかもなんだけど、確認ができませんので、合体はしません。まあそもそもこのオチのパターンはもう何回もやってるのよ。だから皆さんも飽きてるわ。もういいかしら。ちょっと待ってよ。オチにもならなかったら、俺、どうしたらいいでござるか？めんどくさいわね。ディメボル系の。うわぁ、めんどくさいのが来たでござる。辛いよな。余剰パーツにされて辛いよな。わかるぞ。俺もこないだまで全然映してもらえなかったから余剰パーツ以下だった。でも、頑張ってればいいこともある。嫌なこともあるけど、いいこともあるんだ。だから、一緒に頑張ろう。メルト、頑張る。俺、頑張るなり。あんたら泣きすぎ。もう帰るわよ。というわけで、春市さん、どうですか？ででーん。お疲れ様です。前田です。いつもご視聴ありがとうございます。まさとし前田チャンネルでは、騎士竜戦隊竜ソージャーのデラックス玩具、騎士竜王を使って、いろいろな合体遊びをしています。視聴者の皆さんが考えたオリジナル竜装合体の遊び方をぜひ教えてください。私が考えたオリジナル合体や視聴者の皆さんが考えてくださった合体の仕方、それを竜創造合体シリーズとしてシナリオを勝手に制作、合体シーンも僕が勝手に考えて作ります。応募フォームやコメントで皆様からいただいたアイデアは一つずつまさとし前田がチェックしております。この夏から俺も加わったぜ。2019年7月現在、ティラミーゴ3体、トリケーン4体、アンキローゼ4体、タイガランス4体、ミルニードル4体、ディメボルケーノ4体、ボサレックス2体、前田の家にいっぱいいます。おもちゃ屋さんか！今では毎日のように視聴者の皆さんがアイデアを送ってくださいます。そのおかげで次々と新しい竜創造合体ができてるぜ。送っていただいたアイデアが採用された方は動画内で発表。お礼を申し上げます。ファイブナイツをベースにしたものや、騎士竜をベースにしたシンプルなもの、とにかくごちゃごちゃ合体させたもの、たくさんのアイデア、コメントをお待ちしております。できれば俺を後ろに回す合体はやめ。ということで、皆さんの力と、まさとし前田の力を、一つに合わせ、ドルイドンもびっくりするような、竜創造合体を決めようぜ。ああ、できれば俺の顔を前の方に。竜ソウルのことも忘れないでね。騎士竜が増えるたびに増えてます。いやー、シンプルに3体合体とか、騎士竜王をいじったりとか、スリーナイツのバージョン違いとか、ファイブナイツをベースにぐっちゃぐちゃにくっつけたりとか、とにかく今までいろいろなやつをやってきたね。中には微妙なやつもあったけどね。
マサトシ前田の思考回路はワンパターンだからな。し、やる気なくしたらどうするのよ。お、これかっこいいな。俺たちのロボットは他の戦隊と違って自由度が半端ないぜ。ティラミーゴ1体、タイガナス2体、アンキローゼ2体とか、ミルニードルを4つ使った合体とか、いろいろなアイデアをいただいたね。中には息子さんが考えてくれたやつをお父さんが送ってくれたやつもあったぞ。しかも写真付きで、今現在竜創造合体の応募フォームには写真をつけることもできますので、こんなかっこいいやつできましたっていうのを送ってくださると、それの合体シーンを勝手に僕が考えて作ります。おお、M 字だ。なんとギガントキシリュウオっていう名前が被ったんだよね。アバレンジャー先輩とコラボしたり、キシリュウオなしの合体とか、違うパターンのファイブナイツ、そして季節外れのクリスマス、ディメボルケーノも登場しての6体合体や、こんなめちゃくちゃな合体みたいなこともやったね。トリケーン4つとか、ドリルいっぱいとか、これはかっこいいね。ディメボルケーノのパーツは映える。おお、すごい。いや、でっかい武器かっこいいね。ミルニードルも4つ合体するとかっこいい。とにかくいろいろな竜創造合体をやってきたけど、すごく毎回楽しい作品ばっかりだったね。お、ついにゴールド登場？これも奇抜だなぁ。またアバレンジャーやったり。モサレックス登場で、竜創造合体の遊びも広がってきたぜ。燃えてきたー！カナロ、それ、戦隊が違うわ。ミニプレイヤーガシャポンでの応募も待ってるよ。そしてこの間からやってみた新企画、竜創造竜創造合体のアイデアもよかったら送ってください。この企画は今までの竜創造合体とは違って、ある程度縛りのある状態からスタートする竜創造合体だ。例えばだけど、キシリュウオスリーナイツに他のキシリュウの尻尾パーツを全部つけてくださいとか、キシリュウオファイブナイツにした時の余剰パーツだけ、キシリュウ人につけてくださいとか、そんな感じかな。とにかく最初からある程度何か制限されてる状態でスタートする竜創造合体ということだね。詳しくはこちらの動画を見ていただくとわかりやすいかもしれません。よろしく。同時に敵キャラに使うロボットのアイデアも募集しています。私のチャンネルでは敵キャラを他の戦隊のロボットにやらせますので、この怪人はこういう特徴があるからこのロボットがいいとか、この敵はこういう攻撃をしてくるからこのギミックを持ったロボットがいいんじゃないとか、そういったアイデアがいただけたら嬉しいです。敵キャラを選定する際の理由付けになるので非常にありがたいです。ちなみに我が輩は目立つところにつけてほしい。かっこいい、面白い、イケてる、竜創造合体遊びを教えてください。皆様からのアイデア、コメント、お待ちしております。前のやついっぱい使い回してごめんちゃ。よろしくお願いします。前田でした。